はじめに山口代表から挨拶があります。はい、おはようございます。50年前の今日、公明党の前身であります公明政治連盟の第1回全国大会が、当時の豊島公会堂で開催をされました。そこで、公明党の創立者で、いらっしゃる創価学会第3代会長池田大作会長から講演がなされ、その中で大衆と共にという今の立党精神につながる3つの指針が示されました。一つは団結第一ということであります。そしてもう一つは大衆直結、ここが大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入りきって大衆の中に死んでいく、こういったこの大衆と共にという大衆直結の指針が核心であります。そして絶え間ざる自己研鑽、この3つの指針が示され、そして2年後の党大会、党結党に際してそれが今人口に感謝した、大衆と共に語り、大衆と共に戦い、大衆の中に死んでいくという立党精神に集約をされたわけであります。この宣言、この指針が発せられた時代背景を考えれば、まさに当時の自民党あるいは社会党、特定の支持基盤を代表し、派閥あるいは路線論争、イデオロギー闘争を繰り返し分裂の契機を含んでいたわけであります。そうした中で高度成長期、都市化が進み、新たな課題が山積する中で、大衆の声を直接聞き取り、そしてまた現場の実情を踏まえ、その大衆の金銭に触れる政治活動、政策実現、これを求める流れの中で公明党、そしてその前身である公明政治連盟が誕生してきたという経過を今改めて歴史に学び直してまいりたいと思います。この50年間政党はさまざまな離合集散を繰り返しました。その流れの影響を我が党もいろいろな形で受けてまいりました。しかし、この50年間の諸先輩の苦労、党員支持者の皆様のご協力によって今日を迎えることができた。そして今公明党に寄せられる期待というものは不動のものとなっていると、こう確信をいたします。そして今政党の存在感、存在意義というものが改めて問われていると思います。国民の皆様の大きな政党を見る目、視点というのは3つ集約されると思います。一つは政党のアイデンティティ、そして一つは政党のガバナビリティ、そして政党のクリエイティビティ、この3つ、政党として存在意義をどう確立するか、そしてまた政党として自己統制力をいかに作り確保していくか、さらには政党として生まれた以上国民の声を受け止めてそれを政策に形成していく力、またそれを実現していく力、これが問われていると思います。我々公明党の立党精神はまさにこの立党精神あればこそ、その国民の厳しい視点に耐えられる、そういった価値を持っていると、こう確信をいたします。その意味で今公明党が2年後に政党設立50年の節目を迎えます。この立党精神を改めて確認し、そして我々の原点とし、また血肉としてこの政党結成50年目指して次の衆議院選挙、あるいは来年に予定される参議院選挙、また地方選挙の最大のものであります都議会議員選挙、これら大きな3つの選挙に勝利をして党再建の基盤を固め、また党発展の道を切り開き、そして日本再建の先頭に立ってまいりたいと、このように思います。そうした思いを共有しながら党の代表選挙が明日から手続きが行われます。私自身この3年間党代表として皆様に支えていただき、さまざまなご指導をいただき、またご協力をいただいてまいりました。
この3年間の皆様のお支えに改めて感謝と御礼を申し上げたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。その上で明日から始まる手続きに私自身皆さんのご推薦を賜った上で立候補をさせていただきたいと決意をいたしております。その今後の2年間政党結成50年に向けて党再建そして日本再建の指揮を取らさせていただきたいと決意をいたしております。どうぞ皆様のご推薦を賜りますように心からお願い申し上げまして立候補に向けての決意発表とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。